ああ、話しとくことがある。何？塔はフランクに渡さなかった。うん、知ってる。妹を探さなきゃならないんでしょ。いいんじゃない。私はスニーカーを取り返したいだけ。そうか、靴は大事だもんな。取り返すって盗まれたのか。なあラワン、どこにあるのか知ってるならなぜ今までほっといたんだ。ほらあの窓、216号室よ。金で縁取られた大きな赤い箱を探して、靴はそこにしまってある。一緒に来ないのか。靴が壊れたのはあんたのせいよ。取ってきて。中に入って靴を取って出てくる。他は何も触らないで。わかった。まあいい、腰抜け。ラワン、なんていうか楽しそうだな。居心地よさげだ。どうしてここを出てフィッシュアイなんかに。あそこが私の家だからよ。必要なものは全部持って出た。靴以外はね。ラワン、靴を見つけたぞ。そう、ならさっさと出て。残念だな。ワインに絶景、音楽まで。まるでアイノスだ。お前にこんな一面があったなんてな。どこの誰だか知らないが、これで惚れない男はいない。エイデン、うっさい。おい、ちょっと。ラワン、待てよ。ホーコン、あの野郎。愛は変わらず、刻一刻と移ろう日々にも、果ては最後の審判までも。やべ、ラワン。ラワン、いるか。聞いてくれ、傷つけるつもりはなかった。いいから例の屋上に来て。ほら、お前のスニーカーだ。これも渡しとくよ。ホーコンと付き合ってたなんて知らなかった。どうして殺したい奴リストの上位にいると。まあそういうことか。死をたしなむ程度じゃ見逃してやる理由にならない。奴がフランクを見捨てたことが原因で別れたのか、それともその逆か。今さらそんなこと分析しても無駄よ。何にせよ間違いだったの。いい、私はナイーブすぎた。だから嗅ぎ回らないで欲しかったのに。まったく、もうそれくらい守れないわけ。すまない。もう忘れて。から一人にして。どうしたんだよ。ほんとしつこいったら。いつものことだろ。泣き言を言うのは大嫌いなの。感じてることを話すのは泣き言じゃない。わかった。別に長居したければいいけど邪魔しないで。忙しいの。酔っ払うのに。違うよバカ、星を見てるの。ああ、北斗七星だ。ふん、よく知ってるのね。でもそれ北斗七星じゃない。
悪い適当言った。星座に詳しいのか。うん、昔フランクからいろいろ教わったの。フィッシュアイを立てるとき、よく足場を登って屋上で過ごした。フランクは寒いぞ、もう遅いぞとか言いに上がってきて、でも結局はいつも何時間も話をしてくれた。それを聞くのが大好きだった。星がはっきり見えてすごく近くに感じる。手を伸ばせば届きそうなくらいフランクがよくそう言ってた。素敵でしょ。あんたはどうなの。どうって。流浪人は失恋したりするの。忘れてくれ。うわ、シャイなタイプ。それならあんたに会うのはキグナスね。奇遇なんだってほら、あそこ白鳥座よ。星を眺めるときはいつも最初に探すの。作り話で感心させる気か。かもね。どうかな、感心したのまあね。少し寝るか。エーデン、私はホーコンを見かけたら殺す。ただそれだけ。止めようとしないで。分かった。ただし報復しても気は晴れないぞ。自分のためじゃない、フランクのため。あの夜死んだみんなのために復讐するの。多くの星が永遠に光を失った。ホーコンは大口叩いてたくせに、いざとなったら仲間を捨てて逃げ出してみんな死んだ。あれが本性なのよ。ただの臆病者。時計の針は戻せない。そうね。でもあの野郎の時計は止めてやる。絶対にね。おやすみ、エイデン。ラワン、ラワンいるか。おかしいな。ラワン聞こえるか。彼女なら戻ってくるよ。星空の下で過ごした夜を忘れはしないって。なんでそれを。ホワン、スパイがいるならどうして俺なんか。流浪人をスパイにする方がスパイに屋根の飛び移り方を教えるより簡単だからだ。あんたがそんなに腕利きのスパイなら俺が追ってる情報を教えてくれ。しょうがないな。 GRE の医者はオールドビレドに隠れてる。でもまずは船に来い。続きを教えてやるから。会えて本当に嬉しいぞ。いいから始めろ。少し飲もう。コレクションの中でも最高、一番高価な一本だぞ。もらおう。へえ、お前のような野蛮なやつでも高級品が好きとはな。さてと、通信機の盗聴が機能するようになったんだ。それで何が分かったと思う。配達したライトのうち VNC タワーに着いたのは半分だけだった。残りは行方不明のままお散歩中だ。調べないとな。調べる。ホワン、約束したろ。エイデン落ち着け。全ては順調だ。俺たちはライトのことを調べて、その間に俺の部下が GRE の医者を引き続き探す。ライトのことなんて知るかよ。命を懸けたんだぞ。落ち着いてよく聞いてくれ。時間がかかることもあるんだ。 GRE の連中を探すのは簡単じゃない。あともう少し待て。信用しろ。できることは全てやってる。俺が正しくて、ジャックが本当に何か掴んでるとしたら、俺を助けることはお前のためにもなる。一体どういうことだ。マットは大佐の要塞を襲うつもりのようだ。奴を止めなければ町全体が大惨事だぞ。ダムで一人でもピースキーパーを見つければ、ウィリアムズは即水門を閉じるだろう。
あいつがちょっとつまみをひねったりレバーを回したりするだけで、町中の水道管や下水道、排水路から地下に蓄積した化学物質が逆流してくるぞ。お前も俺もラワンもフランクも GRE の医者も、それにお前の大切なミアも、みんな死ぬことになる。生きてればだがな。あんたが間違ってたら、マットには考えがあるのかも。エイデン、俺は間違ってない。奴は大々的に新兵を募集してる。大佐との戦いについてあからさまに話してるし、山ほど注文してる UV ライトは不思議と姿を消してる。間違いない。大惨事になるんだよ。だから手伝ってくれエイデン。俺たちでライトを見つけ出し、最高の指導者様の企みを明らかにするんだ。分かった。それでマットをどうするつもりだ。お前の働きのおかげでライトが船のそばの地下鉄駅にあることはもう分かってる。これを追う。川に沿っていくと海に出る。 UV ライトを追えばマットの悪事の現場を抑えられるはずだ。だが気をつけろ。少佐に気づかれたりしたら縛り首になるって。そして獣に内臓を食われることになる。巧妙に慎重にやるんだ。みんなを救うためにな。それがスパイという名のアートだ。覚えとく。ありがとう。何があった？エイデン悪いな。通せないんだ。ああ、入れてやりたいんだが、神だろうと通すなとマットから厳命が下っててな。おい、神でもか。少佐は隠し事をするときそういう風に言う。俺たちにも教えてくれないから間違いねえ。どっちにしろ聞く気はねえがな。命令は命令だ。俺はただ従うだけだから、ここは誰も通さねえぞ。急げ、司令官がお待ちだ。ホアン、マットの箱を電車に積んでる。動かせるみたいだ。部下の工作のおかげでほとんどの線路に電力は通ってないはずだが、乗れるか。ライトをどこに運ぶのか調べるんだ。電車は出た。やっぱり見抜かれたか。ああ、次はどうする？外に出ろ。通信機をオンにする。落ち着け。通信機があるからライトを運び込む場所をわかる。マットは悪がしこいが、俺たちほどじゃない。クソ、ホアン、電車が走り出した。え、なんだって？信号を追うんだ。ホアン、信号が消えそうだ。ホアン、クソ、ホアン、信号が消えた。クソ、まずいな。俺たちに追われてるのを察したか、デムーランがアンテナ調整をミスったか。アンテナを調べる。場所はその辺で、一番高い塔の屋上にある。上に着いたら知らせてくれ。よし、てっぺんに着いた。アンテナは機能してないな。よし、スイッチを入れて周波数を合わせろ。不安定だが箱の信号を検知できた。電車は別のルートで東へ向かってる。信号を見失うなよ。さあ追うぞ。くそ、エイデン、お前には翼だかグライダーだかがあるだろ。あれを使え、早く。Oh.
そばか。すぐそばだ。駅で止まってる。それで状況は？やつらゲートを開けてる。乗るんだ。なんだって？すぐに電車に乗るんだ。やくそ、うん、ホワン、乗ったぞ。ホワン、電車が止まった。分かった、深呼吸しろ。スパイごっこの始まりだぞ。箱の行き先を調べろ。ヘマだけはするんじゃないぞ。したらおしまいだ。ホワン、箱の中は空だ。何？本当か？ホームの箱には何も入ってない。もう取り出したんだろう。よし、何を持ち出したか調べろ。急げ。ホワン、オールドビルドにいる。ライトはどこにも。エイデン、お前がどうしてここにいる？テレビ塔に行くはずだったライトじゃないのか？そうだ。それをここへ送った。なぜだ？ストレートな物言いだな。気に入った。お前の好奇心を満たしてやる。隠し事なしでな。私は負けるのが嫌いでね。オールドビレドでは負けた。それを正すんだ。つまり？わかるだろう。自動車工場そばの発電所を確保しに行く。電力は戦略的に有用だからな。あそこがレネゲイドの手に落ちたら一切手出しできなくなる。そういうことだ。なるほど。どうだ、これで好奇心は満たされたか？さあ、もう邪魔するな。お前には関係ない。ホワン、駅でマットに捕まった。おい、お咎めなしか？ああ、でももう怪しまれてるから何もできない。さあ、GRE の従業員について教えてくれ。まだ他の手がかりを当たってるし、確実ではないんだが、部下がバザールで医者を見つけた。以前 GRE で働いてたらしい。俺はもっと情報を集めるから彼女と。バザールの医者なら知ってる。ベロニカってやつだ。世間は狭いな。じゃあ、マットについて教えろ。奴は何て言ってた？マットはダムを襲撃する気はないそうだ。電力確保のために自動車工場のそばの発電所を奪う気だ。あの野郎め、嘘だぞエイデン。奴はいつも嘘ばかりだ。絶対に何か隠してる。このままにするつもりはないぞ。俺の勘が外れることはないんだ。また後で話そう。We'll be right back.